あなたのハートに火をつけるビリビリセンセーションな情報をお届けするビビットアンテナのコーナーです。さあ今夜はですね、声優の栗畑愛さんからなんとコメントと新曲が届いておりますので、もう早速ご紹介してしまいましょう。栗畑さん、サマーゲサンデーをお聞きの皆さん、こんばんは。そしてお久しぶりです、栗畑愛です。まあサマーゲサンデーさんはお初なんですけども、たびたび出させていただいてありがとうございます。です、改めて栗畑愛です、よろしくお願いします。声優として、そして歌手としても活動している私なんですけども、9月29日にファーストシングルハネムーンをリリースいたします。こちらも私が作詞をいたしまして、そこからプロデューサーの本間明光さんに作曲編曲をしていただいた楽曲3曲が入ったファーストシングルでございます。今回も 80s、80年代キラキラした、まあ、サマーバケーションサウンドと、あとはちょっとこうセカンドライブツアーのために書き下ろした真夜中のフライトという楽曲があるんですけども、こちらは夜のフライトのイメージで、まあ、こちらもすごいまた一味違う大人な雰囲気の楽曲が出来上がりました。そして4月に開催したファーストライブツアーアポロの時に初披露いたしました、シークレットシュガーというウェディングソングを今回ファーストシングルに入れさせていただきました。どちらも三者三様とても素敵な楽曲が仕上がりました。で、特にあの真夜中のフライトのレコーディングの時はちょうどオリンピックの開催式の日でして、ブルーインパルスをスタッフさんたちと一緒にちょっとチラッと見てから真夜中のフライトのレコーディングに臨んだんですよ。だからすごく思い出深いあのレコーディングで、すごくこう自分もノリノリで雰囲気にどっぷり浸かりながら歌えたのを覚えております。そしてライブツアーのために書き下ろした楽曲でもあるので、ぜひ皆さんハネムーン、真夜中のフライト、そしてシークレットシュガーヘビロテして聴いていただいて、10月に開催されますセカンドライブツアーアテンションプリーズに足を運んでいただければなと思います。でぜひね、沖縄の方にも、いつかイベントだったりライブだったりで行けたらいいな。そして玉揚げさんもゲストで、生でなってるかしら、ゲストでまた呼んでいただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは最後に、私のファーストシングルからハネムーンをお聴きください。栗畑愛でした。というわけで、ハネムーン、栗畑愛さんのね、ファーストシングル、3曲入りってね、おっしゃってましたけれども。あ、そっか、これファーストシングルになるんだ。そうそう、去年2020年の9月23日、もまさに今月よ。ちょうど1年前に、CD デビューされたそうなんですよ。その時の曲もめっちゃ良くて。その時アルバムなのかな？あのね、多分ミニアルバム6曲ぐらい入ってたかも。あれ、その時に、玉揚げ土曜日のね。あ、ね、コメントを。コメントでね。紹介してたと思うんですけど。されてましたけれどもね。ハネムーンもね、聞いていただきましたが、いかがだったでしょうか？もう、おしゃれ！そして80年代だ、ね、歌い方もそうですけど、曲調とか。ねえ、めっちゃいいよね。でも、ハニーのムーンですよ。蜂蜜の月ですよ。とろーりとろけるですよ。とろーりとろける。そういうタイトル。で、曲が3曲入ってるんですけど、はいはい、全部ね、栗畑さんが作詞してるっていう。そうなんですよ。前回も、栗畑さんが全部曲書いてたんですけど、5曲、6曲ぐらいだったかな。2曲目の真夜中のフライトと3曲目のシークレットシュガーも聴いて、シークレットシュガー可愛かった。可愛いね、ウェディングソングってね、言ってましたけど。真夜中のフライトもなんかちょっと意味深なタイトルだね。ね、くー、俺も誰かにフライトさせてもらいたい。フライハイさせてほしい。どういう意味だろうね、自分で。この CD を引っ提げて、セカンドライブツアーが、はい。10月から始まるということで、ツアーだから何箇所か回るわけですよ。なるほど。しかもツアータイトル名、Attention Please。ビーフオーチキン。ごめんなさい、笑っちゃった。10月24日、ゼップ羽田。ゼップ羽田って私、初めて聞いたんですけど、どこだろうね。じゃあ、まあ、東京でしょうよ。羽田じゃない？ね。羽田って言ってるからね。で、11月13日がゼップ大阪。うん、11月20日、ゼップ名古屋。で、11月28日が、最後ですかね。ゼップダイバーシティ東京4カ所。4カ所で行われるライブツアー。コロナ禍が明けたら、はい、
ぜひ生ゲストでね来ていただいて、あ、フリハートさんどうもはじめまして、お声はね金がね聞いております、握手握手みたいな感じミーハーすぐ握手したい、ミーハーすぐ握手したいいうことで、シングルという名前なのに3曲も入っておりますからね。そうよ、カラオケも入ってるからね。そうですよ、このコロナ禍なかなかカラオケ行けないので、皆さんお家で、あ、そうだね、もしくは車の中で歌えるよ、歌えるよ、雪村さん歌えるよ車の中で、もしくはあの風呂場で、あのいいよ、ご近所迷惑にならない程度によろしくお願いします。で、これが今度の9月29日、今週の水曜日発売なんですよ。うん、まだ出てないよ、みんな世の中に。出てない CD が今ここにあるんだ、いいだろう。いいだろう。ねえ、ぜひぜひ手に取ってゲットしていただきたいなと思いますよ。9月29日、今度の水曜日に発売されます。ハネムーン、お届けいたしました。